はい、皆さんこんにちは。吉田のりまさです。はい、今日ご紹介するのはちょっと前に出ましたこちらですね。ハンターハンター30巻、12神が並んでおりますね。まあ週刊少年ジャンプの方でですね、休載になってしまいましたが 早く戻ってきてください。皆さんこの30巻読みましたでしょうかね。どこが印象に残りましたでしょうかね。まあ大半の方はすでに原作を読んでですね、原作っていうかそのジャンプの方で読んでですね、単行本買ってるパターンかななんて思うんですけど、どうでしょうか。私はそうなんですよね。まあ印象に残ったとこいっぱいありますね。でも全部話したらキリがないですね。まあやはり小麦とメルエブの最後のこの軍議の戦いでしょうかね。そうか、要はこの瞬間のために生まれてきたのだというふうに思ってるわけですね、メルエムが。その同時にですね、小麦もですね、私はきっとこの日のために生まれてきました。これが感動的ですね。いやー、これちょっとね、いくつか泣けるシーンがございましたね。こちらの、メルエムとですね、小麦の最後の軍議の戦い、そしてそのちょい前のですね、エビの化け物みたいなやつですね。こいつがですね、NGL の人たちに会いに行くわけですよね。そしてですね、皆さん覚えてますでしょうかね。こちらの、メルエムの、まあ、キメラント編ですね。キメラント編が、始まった頃にですね、レイナか。レイナが、お兄ちゃんと共に殺されちゃったわけですが、その、まあ、生まれ変わりですよね。が、出てきたわけですよね。それが最後にですね、お母さんとこの出会う、このシーン。で、レイナはですね、もう人間の姿じゃないわけですよね。もう何て言うんでしょうか、もう何でしょうか、これは。まあ、アリですかね。アリのでかいやつみたいな姿になってしまってるわけですけれども、お母さんがですね、気づくわけですよね。で、レイナがなんでわかるのと。もう姿形も全く違うわけですから。お母さんだもんと。だからわかるよと。いや、ちょっと感動的ですよね。これ読んでない方は何でか僕が感動してるかわかんないかもわからないし、ですけども、まあ、要は今説明した通りですね、キメラントというですね、まあ、アリの女王様と言われるですね、巨大なアリの化け物みたいなのがあります。その化け物がですね、人間とか、まあ、いろんなものを食べるとですね、まあ、孵化するわけですね。そうしますと、人間と例えばですね、まあ、エビだったらエビの、融合体みたいな化け物みたいなですね、ものが生まれるわけですね。そういったものを兵士としてですね、キメラントのですね、その、女王様ですね、いろいろな新しい世界を作ろうとしてたわけですけれども、その中でもですね、まあ、戦闘をしようというのとですね、そうじゃないという人間というか、まあ、キメラントがいたわけですけれども、その中でですね、殺されてしまったその、ちっちゃい子供ですね、レイナという子供がですね、ですね、まあ、化け物みたいな姿になってしまったんですけども、最後ですね、もう王も死んでですね、全部すべてもうことが終わった時にですね、そのさっき言ったですね、エビの化け物みたいなやつですね、ごめんなさい、名前忘れちゃいましたけど、そいつと共にですね、そいつが連れてってくれるわけですね、かつての故郷に、NGL に。そして NGL に着きました。そしたらお母さんがですね、急にいなくなってしまった、息子と娘、をですね、もう毎日、思ってた、そんな形のシーンがですね、出てくるわけですね。はい。そしたらですね、レイナ登場ということで、その面影は全くないんですけれどもですね、どういったところでしょうか、母親のこの、母性愛というか、そういった部分でですね、気づいてしまうと。姿形が違っても、やっと戻ってきた。来てくれたのねということでですね、感動の再会があります。そしてですね、連れてってくれ来てくれた、このエビの化け物ですね、こいつもはですね、じゃあ俺の役割をじゃあなっていこうとするんですけどもですね、残って一緒にご飯を食べようねと。
レイナに言われるんですね。俺はいいよと、行こうとするんですけど、食べようというわけですね。はい。そうするとですね、そのエビの化け物からですの目から涙が出てくるわけですね。エビの化け物の彼は言うわけですね。あ、なんだこれって。なんだっていう、そのなんだは涙なんですね。まあ、なんで出るんだろうということですよね。なんで涙が出る。それがですね、実はそのエビくんもですね、NGL の住人だったというオチなわけです。それを、まあ、本人の記憶の中では思い出されてないんですよね。ところがですね、自然と涙が出てしまったということで、DNA の奥底ではですね、覚えていた DNA の記憶があったということなんじゃないかと思います。まあ、それは本当にですね、この中の、作品の中の本当の数ページのことなんですけど、私は非常に印象に残ったところです。そしてですね、今後の展開、この12神ですね、まあ、ジャンプの方ではですね、救済して、救済のちょい前まではですね、選挙なんていうことをやっておりました。会長がですね、キメラアントのですね、女王様が生んだ王様、メルエムと戦って負けてて死んでしまいます。ハンター協会の会長、ネテロですね。ネテロ会長がですね、次期会長を選挙で決めてくれ。まあ、こういうメッセージをですね、DVD で残していたわけですね。で、みんなでですね、選挙をしました。まあ、結果的にですね、こちらにいるチードルがですね、会長になったという形になるんですが、まあまあ、今後ですね、このキャラクターたちの活躍ぶりをですね、ぜひ見ていただきたい。まあちょっとあともうちょっと細かいことを言えばですね、ひそかですね、ひそかがですね、その選挙に現れますね。そしてですね、こいつの戦闘力がどのくらいかななんていう品定めをするわけですね。はい。でですね、その時にですね、彼はですね、確か90点と言われるんですね。言われるというか、ひそかの、頭の中で。思い浮かべるシーンがあります。そしてこいつが85点、そしてこいつが77点だったかななんていうふうに言われます。でその後ですね、イルミが登場するんですね。急にふっとひそかの前にね、そして95点だと。ということはですね、僕思ったんですけども、ひそかとイルミどっちが強いか、前から思ってました。まあひそかだかなって思ってたんですけども、この巻を読み返してみて、ひそかがですね、100点とつけない95点のイルミはひそかより弱いんじゃないかななんて思います。まあ、今後ですね、ちょっとまた、動画でチャンスがあればですね、一体ハンターハンター誰が強いのかと、そういうのもちょっとやってみたいなと思っております。誰が強いのかっていうのと、あと、こいつとこいつはどのあたりの強さのポジションなんだな、みたいな、あるわけですよね。はい。だから、幻影旅団の、クロロがですね、とですね、まあ、キルアのおじいちゃんですね、ゼノですね、が、どっちが強いかなとかですね。はい。あとはですね、ジンとですね、例えばですね、キルアのお父さん、ね、シルバ、どっちが強いかなとかですね。はい。クラピカ今どのぐらい強くなったかなとかですね。はい。まあそんなのもね、ちょっと考えながらですね、iPad を使ってですね、またちょっとね、時間があったらやってみたいななんて思っております。とにかくですね、もう今回泣けましたね。どうですか皆さん、泣かなかったですかこれ見て。もう、なんて言ったらいいんだろうな、これ。いやー、素晴らしいですね。富樫さん、早く戻ってきていただきたいと思います。ということで、今回ご紹介したのは、ハンター×ハンター第30巻のご紹介でした。はい、今日も見ていただいてありがとうございます。のりまさ TV ではですね、あなたのチャンネル登録をぜひお待ちしております。